結局選挙中に盛んに言っていた12兆円も無駄があるという話は全部撤回をされたんですね。天下りに伴うと。なぜならば自ら天下りの定義を変えたからなんです。そういうことです。じゃあ天下りの定義を変えなかったらばいいわけでしょ。天下りの定義を変えて斉藤郵政日本郵政社長を認めるために天下りを役所の斡旋という細かい定義をつけたから結局この金額が全部変わってきてしまったわけでしょ。だから膨大な作業ということになったわけでしょう。いいですか。こういう形で選挙向けに誠に都合いい数字を作り上げて、そしてまた今度自分たちが政権を取ったらそれを変えるというご都合主義が非常に明らかになったと思います。それからもう一つ申し上げますと、これは選挙中も選挙後もですね、例えばこれは藤井前財務大臣の発言でありますけれども、一般会計そして特別会計合わせて207兆円ある。このうち借金の返済、年金の支払い等々を除けば70兆円。そして9.1兆円は無駄を削除して新規政策の財源に充てると。こんなのができないようでは笑われるとまで言ったんです。鳩山総理もそういう趣旨のことを言われました。しかし現実はどうでしたか。9兆円どころか7兆円どころか、やった結果7000億円弱じゃありませんか。だから今国民は無駄を削るっていうのは随分派手な仕分け作業をやってはみたものの、実際にできたのはごくわずかだったんだなということになるわけですね。どうして10兆円できなければ笑われると藤井前大臣が豪語したにもかかわらず、まあ7000億であれ1兆であれはるかにそれ当初の目標を下回る額しかできなかったんですか。結局何が無駄かということが定義できないからなんじゃないんでしょうか。どうしてこの壮大な仕分け作業の結果のがものすごくみすぼらしいものになったかと、こうお考えでしょうか。菅財務大臣。まあ、来年度の予算に向けての作業の中で、まあ、需要仕分け等からですね、約1兆円、それから要求段階でその前の段階で1兆3000億、さらには公益法人等の基金の返納などで1兆円、まあ、約 3.3 兆円の財源を捻出いたしました。確かにマニフェストの当初の目標までは達しておりませんが、新たな政策についてはほぼこの中で初年度分については当てはまったものと、このように理解いたしております。委員長。町村君。それは大変23年度予算で墓穴を掘る話なんですよ。菅大臣、分かった上で総合発言をされているからこそ最近消費税の話を始めざるを得なくなったのではないかと思いますが、消費税の話は後ほど伺いますけれども、やはり子ども手当であるとか高校の無償化であるとか、こうしたこれからもずっと続く歳出には、これからもずっと続く歳入、恒久的歳出には恒久的歳入というものを充てるという財政のいろはが今回の予算ではできていないんです。恒久的財源というのは、例えば本当に無駄を削るとか人件費を削るとか、これも当初相当やるって言ったけど今回全くありません。あるいは税金を増やすとか、こういうことでやらなければできない。しかるに今回結局ばらまきをやるために、確かに自然の税収が減ったことはあるにせよ、国債が32兆から44兆に増えた。著しく財政は悪化をしたわけであります。私ども自由民主党はですね、この自民党は44兆の国債発行ではなくて41兆にこれを減らすという今回の修正提案を出していることを申し上げておりますけれども、さらに23年度の話をすると、これは財務省の資料でもですね、44兆からほっといても51兆、7兆円も増えますと。
それから政策財源として子ども手当で 2.5 兆、高速道路の無料化で1兆、基礎年金の国庫負担が3分の1から2分の1になる恒久財源で 2.5 兆、社会保障の自然増で1兆、都合をざっと数えても14兆円の歳出が増えるんですね。さあ総理、埋蔵金は恒久財源ではありません。もう使い切ってしまいました。今年22年度に発生するであろう剰余金まで使い込んじゃった。一体来年の予算、あなた方が政権におられることを前提にする話は、いささか不本意な気もいたしますが、仮にあなた方が政権におられるとき、23年度に、私どもはこれ、子ども手当なんかやめますから、こんなに財源不足にはならないんですが、あなた方は引き続きなさるんでしょう、当てはめ内閣としては。そうすると、このざっと数えても14兆円の財源不足、どうなさるおつもりでしょうか。鳩山総理に、これは全体のことですから、お伺いをいたします。まず菅前大臣。やっとですね、政策的な議論がここに来て、できることを大変嬉しく思っております。恒久的な措置に恒久財源が必要だという原則は全く私も本来あるべき姿だと思っております。ただ3分の1を2分の1にする財源は、前の政権の時からですね、いわゆる埋蔵金で充てられていて、その後は増税などで充てる予定だというようなことは言われておりますが、結果としてはこのリーマンショックの中でですね、そういったことも基本的なところから崩れたのではないかと思っております。それはそれとして、来年度の予算の審議の最終盤でありますけれども、再来年度23年度のですね、予算についてのいろいろご質問ですから、今考えていることについて若干のことを申し上げておきたいと思います。まずはご承知のように、6月には中期財政フレームを戦略室の方で取りまとめて、そういう中で、これからのですね、短期、中期、さらには財政運営戦略において中期、長期のことについてもきちっとお示しをしたいと、このように思っております。その時にどのような形で23年度の予算を組んでいくのか、まず考えなければならないのは、成長がなぜここまで止まってきたか。もちろん単純に成長が一挙に 5% 10% となるわけではありませんが、私たちは過去の政権の政策が20年近い低成長というか、成長の停滞を招いたと思っておりまして、それをまず変えていく方向性を、昨年12月30日には、骨子のような形で基本方針を出しましたが、それも6月までにはきちっと明示をさせていただきたいと思っております。さらには税制調査会を中心に、税制の議論をスタートさせまして、もちろんこれには所得税、法人税、消費税等々、環境税等々も含めた議論を専門家委員会の皆さんにも議論をいただくことにいたしております。そういうことで、まさに23年度の予算に関しては決して、簡単であるということを申し上げるつもりはありませんが、まさにそのマネースとの実現も含めてですね、その大きな課題であることを認識して、それに向かって今度は9月の組閣ではありませんから、まさにもう年が変わった段階からそのためのですね、一つの土俵作りを進めてきて、この予算が衆議院を通過させていただければ、参議院の審議と並行してですね、作業を進めたい、このように考えていることを申し上げておきます。町村君。